い、どうもガクチャンネルのガクです。V ストにつけてる装備ね、個別に紹介する動画を撮ってるところなんですけど、今回はね、キジマのこのサイクルアラームね、これのご紹介をちょっとしとこうと思います。これはね本当に簡単なんですよ。僕の場合はもうね、リレーからこうね、電源を取ってくる感じで、普段ねこうなんていうかエンジンが切れてる状態では通電しないようになってるんですけど、こいつだけは当然ねバッテリーから直で、取るようにしてますね。当たり前ですよね。で、配線としては本当に簡単です。まずこのね3本、このつなぎ合わせの方法で、こいつの感度を決めることができます。だから揺れた時のねセンサーの感度が決めれます。だから特になんかスマホ内で設定とかなんかこう切り替えのボタンがあるとか、そういうのは全くないんですよね。このつなぎ替えだけです。で白いのがアンテナ線ね、リモコンがありますからそのアンテナ線です。ちなみにリモコンは、こんなやつね、オンとオフのボタン、シンプルですね、オンとオフだけね、こんな感じです。でよいしょね、これが線ですね、線ね、こいつね、このカプラーまではもともとの標準セットでついてるんです。このカプラーから先のこの青黒赤の線、これがこれオプションのエリアセンサーのマイクロウェーブセンサーかな、低圧にいってます。だからこいつはもうそれコード接続するだけですね。はい、それで使えるようになってますね。であとはこの黒いやつね、これがこの黒と赤の線、これがバッテリーのプラスとマイナスに接続してあげれば、それで OK と。それだけですね。あとこれごめんなさい、緑のやつね。これはね、アクセサリーに接続をしてます。なんかね、この基本的にアクセサリー接続しなくても使えるみたいなんですけど、このリモコンがなくなったり故障した時に、このリモコンだけを追加で購入した時に、多分エンジンというかアクセサリーにこうなんていうかこいつに電気を通電したりなんかこうカチ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 とかでやって、多分なんかこう緊急モードみたいにこのアラーム自体をしてこのリモコンの設定をするんだと思うんですけどね。そのために使うなんか線みたいです。アクセサリーに一応接続してくださいと書いてましたんで、一応アクセサリーに接続をしてますね。でこれだけです、配線は。だからなんていうかな、もう全然なんていうのこういう電気関係いじってない人でも簡単につけれるものの一つだと思います。で僕はね、もう取り付け位置いろいろ迷ったんですけど、このバッテリーを6個押さえるためのゴムにつけました。ここだとシートをかぶせても特にね干渉しなかったんで、はい、そんな感じしてます。僕ちょっとごちゃごちゃね配線いっぱいしてるんでね、こんな感じしてます。でエリアセンサーはここの、ところでこのプラスのね、ネジのやつで、感度を調整することが、できます。でこうやってつけてあげるとね、もうこの黄色いボタンオンっていうやつを1回押すとこういうふうにね、今ちょっと近づいてたんでこうなります。音鳴った時にすぐにねオフの黒いやつを押すと切れます。ちょっと離れましょうか。これで、今
アラームがかかっている状態です、ね。これで、今近づいて僕が近づいたエリアセンサーに反応したわけですね。だからエリアセンサーをつけてしまうと常時エリアセンサーが効いてしまうんで、ちょっとそれ問題かなとも思ってるんですけどね、個人的には。さっき言ってたようにこれね、だからエリアセンサーずっとね、常時、反応しちゃうんで、例えば駐車場の、こうね、街中の駐車場とか行った時にバイクね、横とかにも止まってる状態だとこいつ聞いてたらちょっと迷惑をかけちゃう可能性あるんで、そこら辺はねちょっと配慮したいかなと思ってね。今の状態だと毎回毎回このカプラー抜いてあげるとかね、してあげないと、エリアセンサーオフにできないんで、そういうところはちょっと不便かなと思いました。だけど基本的にこいつとこいつセットで1万円くらいかな、1万円前後くらいの値段なんで、十分ありだと思います。で、音が大きいですね。で、さっきもちょっと一回やりましたけど、オンにする時の音、これが結構大きいんですよね。警告音、アラームと同じくらいの音で鳴っちゃいます。アラームちなみにこんな感じ、ね、でこれも一回ねアラームが動作したらピヨピヨってなって止まってくれるんで、ずっと鳴りっぱなしっていうことはないんで、そこら辺もこう周り近所ね、ご近所に迷惑かけたりすることはちょっと少ないかなと思えるような製品に、ね、なってます。で僕の場合は防犯対策は、だから今回言ってるキジマのやつとここにね、エアタグ、アップルのエアタグを仕込んでるんで、こいつもねあれですよ、結構使える感じです。なんか面白いですよ。僕だからバイクを止めてこう離れててもね、近く iPhone 使ってるユーザーが通ると情報をねアップデートして、だから僕バイクを止めてどっかもう全く離れたところに行ってても iPhone で見るとね、1分前の情報として、その場所にバイクがありますよっていう情報がね見れちゃうんで、結構ねおすすめです。これとこれね、いう感じです。だから特にね基本的に通勤で使ってたりするのもあって、なんか頑丈なワイヤーとか何もしてないですね。止めてる時でもワイヤーしてても切られる時は切られるんでね、はい。ということで、家のところにはちょっとこうセンサーライトとかつけたりはしてますけど、そんな感じの、防犯対策にしてます。はい、ちょっとね一個ね実験しようと思って忘れてたことがあったんで、こいつのエリアセンサー、マイクロウェーブセンサーの方の感度をねちょっとね、調整してみたいと思います。どのくらいで反応するかね。今一番弱いマイナスの方に、全開に振りましたね。これでどのくらいの距離で反応するかちょっと一回やってみましょう。ではとりあえず、リモコンでセットしますね。今そうですね2メーターくらいの距離でしょうか。ちょっと近づいていきますね。ならないですね。あれ？なんでかな？おお。なりましたけど、今だからそうか、マイナスの方に全開振ってるから一番感度が弱いパターンですね。だからもう本当にこのくらいやらないと、なりませんでしたね。これはちょっと使えないですね。逆に一番感度強く振ってみましょう。これ一番全開ですね。はい、じゃあこれでやってみます。これもさっきと同じ2メーターくらいでしょうか。近づいていきます。距離で言うとね、どうでしょうかね。 1,2これも2メーターぐらい、さっきがちょうど2メーター超やったんかな。だから前回振って、そんな大きくない大人の2歩くらいの感じです。今これプラスの方に前回振ってますね、こんな感じになってます。次ちょっと振動センサーの方ね、ちょっと試してみたいと思います。はい、じゃあね、今から振動センサーの、テストの方をしたいと思います。マイクロウェーブセンサーね、買わない方とかは、この状態が、標準のキジマのコンバット5買っただけの状態ね、ということになります。
一応説明書をちょっとね、写真で撮ったやつですけど、そうボケてるか、アクションカムは近づけすぎるとボケるんで、ちょっと読み上げますね。とりあえず今感度が一番ハイの状態、白い路線と黒い路線をつないでる状態。まあ何を言ってるかっていうと、これね、これで感度をこの3本、白黒黄色、茶色、白黒茶色、この3本のつなぎ方で感度を決めてる状態になります。今は白と黒をつないでる状態ね、になります。これが一番感度が強い状態ね、になります。で、僕はマイクロウェーブセンサーをつけてるんですけど、一回取り外ししました。これ結局こいつをオフにするためには線抜くしかないんですね、今ね。じゃあちょっとリモコンでオンにします。はい、こんな状態ね。今一番感度強です。ちょっと揺らしてみます。あんまり反応してくれない。おお、今ちょっとコードをピッと触っただけなんですけど、あんまり敏感というわけでも、僕のつけてるのがね、おお、はい、結構音が大きいですね。今バッテリーのこのあのゴムのね、ベルトのとこにつけてるんですけど、これ取り付け位置がちょっと悪いかもわからないですね。もしかしたらやっぱり車体にしっかり固定してね、車体の振動が直接行くようなところにつけてあげた方が、ちょっとなんか夕方のやつが鳴ってますね。まあそういうことですね。ちょっと感度はね、あまり実験にならないな。多分もう今これ一番ハイなんで、もうじゃ弱いやつとかもうテストやめときます。今ね、こんなハンドルゆさゆさやってもならなかったんで、一応まあ取り付け位置だけしっかりね、ちょっと考えてしないとダメそうだということだけお伝えしておきます。はい、ではでは。はい、どうも。これね、もともと標準でこのコンバット5買うと1個リモコンがついてます。で、もう補修用リモコンっていうかね、紛失した時とかのリモコンを2つ買ってみました。これ実はね、ちょっと今撮ってるの別日なんですよ。最初に撮ってる。だからちょっと入り混じってるかもわからないですね。新しいっていうか、前に撮ったのと今回撮ってるのね。まあ場所は同じ場所で撮ってますけど。まあとりあえず1個ね、ついてない。で、補修用リモコンを2つ買いました。で、最大この1つのね、コンバットの、このアラームに3つまでは、アラームを登録する、ごめんなさい、リモコンを登録することが、できるんですね。で、最初についてるリモコン。ね、1回こいつを、その、なんていうかな、アラームっていうか、リモコンの設定モードにすると、この元々ついてたリモコンも一緒にちゃんと登録をしてあげないと使えなくなるみたいです。だから3個セットでね、登録しないといけないみたいですね。で、これをね、設定するためにはしっかりちゃんとね、このこっから出てるアクセサリーにつなぐ線をつないでおいてあげないといけません。で、やるのはね、これ10回だったかな。ちょっと説明書を一応さっき見たんですけど、これをね、オン1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でオフの状態にして、すぐにこのリモコンのオンとオフを同時に押す。ちょっとおっとっと、遅かったかな。ああ、ちょっともうダメになっちゃったかもしれない。何せね、何秒か以内にもうすぐにね、このリモコンをね、どん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 登録していってあげないといけないんですよ。ちょっとしんどいな。ちょっと上にセットしてやりましょう。ここでいいかな。こんな感じでいいです。ちょっと見にくいかもしれないけど、ちょっとやります。リモコンをだからね、もうね、用意しとかないとダメですね。ちゃんとね、こうやってね、用意しときます。で、10回、1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10で両方はい、ということで、今ね1個目のリモコンを登録したら P、2個目登録したら PP、 3個目登録したら PPP の後に PPP ってね、なんかえらい長いことになってましたけど、とりあえずこれで3つともリモコンを、いけたと思います。登録ね、1回押してみます。あ、これ聞きますね。これは解除。あ、聞きますね。で最後これ、はい、全部登録ができました。こんな感じで一応3つまで、登録することができます。だからこう3つ登録した状態で、例えば1つ紛失したってなると、もう1個ねリモコンを買って、次この残った2つと一緒にまた登録してあげたら、リモコン3つは確保できるという状態になるみたいです。だからまあ、僕の場合はこれなんで3つ買ったかっていうと、まあ、玄関とかにね、こいつが僕が知らないうちになってて家族が止めたいとかね、いうことがあるかもしれないと思って、まあ、予備キーにつけといたりとかいうことで、一応もう3つ最大使えるんだったら、登録しとこうと思って買いました。1個ね、何もだったか1500円くらいだったかなのお値段で売ってます。ただ実売店、僕二輪館とか行って探してみたんですけど、ちょっとね見つけれなかったんで、もしかしたらね僕は結局通販で買いました、ネットでね。だからあんまり小売店には売ってない商品かもわからないですね。はい、ということで一応追加のリモコンの設定方法でした。ではでは、ということで今日はね、このキジマのアラームね、のご紹介でした。これ簡単につけれるんで、本当にこれもおすすめできる商品だと思います。ではでは。